あ、犬こっちよキャビジュ。おかしい、なんで一発も当たらねえんだ。それにあの目は何だ。しかもこの妙な動きは一体、この野郎まさか。よく似合ってるわよ。おい見るな。っていうか、なんで俺がパンツを見られたからって恥ずかしがらなきゃいけないんだ。それが偽らざる乙女の心というもの。黙れクソバカバカしい。俺は男だ。こんなもの見られたからってどうってこと。さっきまでに比べて蹴り足の角度が下がっているけど、やっぱり恥ずかしいよね。ほら、いちいち測るな。それはつまり心に迷いがあるから。そんなはずがあるわけねえだろうが。はたね。おわじゃ、やめろ。やはりあなたは自らの心を偽ってるようね。自分に正直におなりなさい。さあ、蹴りはどうしたの。来ないんだったら私から行くわよ。ニューカマー憲法奥義、乙女への目覚め。やっ、え、なんだ、なんでパンツごときで。でもなんでこんなに恥ずかしいんだ。今俺キャーって、そんなわけ。でも何なのこの感情、わけわかんない。私もう自分でなくなっちゃいそう。